はい、お願いいたします。文部科学大臣を拝命いたしました中川正治です。よろしくお願いします。ここ半年、本当に日本に今何が必要なのか、何を私たちしていかなければならないのかということを、この思いで、国政に取り組んできました。やっぱり、元気が必要なんだろうというふうに思うんです。みんながよし、もう一回自分たちの国というのを基本的に立て直していく、あるいは将来に向かって夢や希望というのは本当に持っていけるような、そういう源泉といいますか、力を作り出していくということ、これが必要なんだと思います。文部科学省という役所はですね、そういう意味ではその力の源泉、人材を作り出す、子どもたちの夢と、それから本当に子どもたちの実力をその中から現実のものとして引っ張り出してくる、そしてまた科学技術、あるいは文化、スポーツ、どれを取ってみてもこれからの日本を引っ張っていくのが私たちの文部科学省だという気持ち、そんな思いで頑張っていきたいというふうに思います。具体的にはまず災害、あるいは原子力対応なんですが、子どもたちの安全あるいは安心、これをまず第一に考えていくということ、これを進めてまいりました。校庭等による放射性物質のですね、除染というのを早く完成をさせていって、校庭だけ、あるいは学校だけということじゃなくて、子どもたちの環境というものに対してしっかりとした安心感が出てくるような、そういう対応を即応的にやっていくということ、また心のケア、あるいはこの放射線の線量のモニタリングですね、これは文科省が担当しておりますので、さらに充実をさせていくというふうな具体的な目標を持っていきたいというふうに思っております。またもう一方で、実は福島原子力発電所の事故の損害に対して、その基準というのを文部科学省の方で作っておりますので、それに加えて和解仲介体制の整備等々、これからの課題としてですね、まだまだ問題あるいは議論というのが広がってくるというふうに思っております。それに対する対応、これもある意味でこの福島が解決するということがなければ日本の将来がないんだというような、これは総理の思いでありますが、その思いをですね、しっかり汲み取ってやっていきたいというふうに思います。また、その他、その復興ということになってきますと、第三次補正の中に、しっかりそれを組み込んでいくということでありますが、この東北地方研究者もそれから留学生も早く帰ってきてもらう、そのためにもさまざまな実験施設であるとか、あるいは大型のですね、施設が今壊れておりますので、それに対する対応を早くやっていくということと同時に、その復興計画の中にこの科学技術であるとか、あるいはその地域の特色を生かした中でのですね、例えば海、海洋生物、あるいは海洋の資源というようなものに対して取り組んでいく基礎研究的なものですね、これをこの中に組み込んで、第三次の補正の中に組み込んで、そしてさらに将来に絵が描けていけるようなものにしていきたい、そんな構想も含めて頑張っていきたいというふうに思っております。その他、これまでの課題として、子どもたちの、学校教育の質というものに対して、しっかり、それが高まっていくように取り組んでいく、具体的には、
一つのその学校の先生方の質の向上、あるいは子どもの、その35人学級、まあ、これをさらに広げていく、あるいは高等学校の無償化、まあ、等々、こういうこれまでに政権が取り組んできた課題がありますが、まあ、それをさらに進めていきたいというふうに思っております。以上、まあ、私たちの取り組みの中で、一つ元気の出せる、あるいは元気が、国民の元気がこう、引っ張り出せる、まあ、そんな、行政をやっていきたいというふうに思います。はい。はい、共同通信社の安田です。高校無償化について伺います。自民公明両党がですね、ばらまきの 4K というふうに批判した政権公約の一つですが、これの高校無償化の見直しについてですね、どのようにお考えかという点と、もう一つは自民党はですね、菅直人前首相が支持した朝鮮学校に対する高校無償化適用の審査手続き再開の撤回を求めていますが、これについてはどのように対応されるおつもりでしょうか。はい、無償化については今その効果というものについて、まあ、改めて検証をしてですね、その上で、まあ、いろんな形で、その改良をしていくというか、まあ、さらに、国民の税金が有効に使っていけるような方向で見直していくということをやっていきたいというふうに思っています。これは三党合意の中にもある話ですが、それを踏まえてやっていきます。から朝鮮学校の話は、これは、まあ、菅総理、元総理の下で、この調査を再開をするようにということで指示がありまして、でもすでにそれが始まっております。まあ、朝鮮半島の情勢というのが、ヨンピョン道で砲撃があった、まあ、その緊張した中でですね、不測の事態が起こってはということで、まあ、一時中断したんですけれども、それを再開するということですが、いずれにしても、中身ですね、基準がしっかり守られているということが前提でありますので、この調査をしていく過程の中で、それを厳正にチェックしながらですね、対応していきたいというふうに思っています。はい、はい、どうぞ。産経新聞坂本と言います。今お話のあった朝鮮学校の手続きについてなんですが、菅前総理が退陣直前にそういう指示をされることについてどう思うかという点と、また小沢元大臣のですね、現在の処分に対するお考えで運動しますでしたというお考えがあったという点で、また最後にですね、小田首相が永久戦犯の方については戦争犯罪人ではないという考えまあ、最初 のタイミングについてはですね、まあ、たまたまそういうことになったわけですが、まあ、基本は客観情勢なんだと思うんですね。やはり朝鮮半島等の緊張というのがですね、まあ、6者協議に向かってこう今進み始めているということで、まあ、ヨンピョン道の以前に戻ってきたという判断が今の段階であったんだというふうに思います。それから小沢さんの処遇の話ですが、これは党のサイドでですね、これからも注視しながら議論がされていくことだろうというふうに思います。それから最後なんです。小田総理の永久戦犯の、はいはい、まあ、野田総理は、まあ、ワシントン条約そのものを否定しているわけじゃなくて、そういう意味では政府見解をそのままたどった形でですね、自分も対応していく、こういうふうにおっしゃっておられますので、それでいいんだというふうに思います。次に最後の質問にさせていただきます。共同通信の中島です。はい、教員免許を更新制度に教員免許の更新制度について伺います。
当初は昨年度で廃止するとしていましたが、廃止するための教員免許法改正案について、未定しなままです。で、衆参のねじれの影響もあるかと思いますが、政権交代後、各地の大学などでは免許更新制を廃止に見込んで、廃止を見込んで、講習の縮小なども行われています。今後どう対応するか、お考えください。なるべく早い時期にですね、どういう形で、それこそ教員の資質を向上させてい、く、その手立てとして、この免許の更新をどのような形で工夫していったらいいのかというふうな結論を出していきたいと思いますが、今その議論をしている最中だというふうに認識をしています。以上をもちまして中川文部科学大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい。